はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。エクソシスタミカエリスです。さあ本日なんですが、ちょっとエクソシスタ久しぶりに持ってきたんですよ。これね、なんでかっていうと、エクソシスタ実はね、なんかねちょっと強化されてまして、これ何が強化されてるかっていう話なんですけど、あのね、このラビリンスバトラー、この白銀の城の執事ね、アリアスちゃん、このアリアスちゃんが実装され出して、これどういうことを持ってるかっていうと、自分が相手のメインフェイスにトラップカードをセットして、でそのカードセットした段発動できるっていう効果なんですよ。だからそのアリアスでバディスをセットしていきなり発動するとエクソシスタ2体出せるんですね。これを先行でも後攻でもいきなり初手から動くことができるという、これが非常に強くてですね、今回はこのエクソシスターとアリアスを組み合わせた、デッキをちょっとご紹介していこうかなと思っております。ちょっと使ってみたんですけども、まあ、そこそこ強かったっすね。割と勝率はまあまあ、高かったかなっていう感じですね。まあ、言うてね、後手、ちょっとね、きつい時ももちろんあんだけど、後手から例えば、アリアスと、ダルマカレマで相手のモンスター全部裏にしたりとか、アリアスバディスで相手の動きに合わせて、いきなり高校0ターン目から、ミカエリスを爆弾させたりとか、まあ、そういう動きが結構、ね、できるんで、割とね、動きはすごい面白くて強かったんで、ちょっとエクソシスター好きな方ね、ぜひちょっと使ってみていただきたいなと、はい、いうふうに思ってます。まあ、誘発の枚数もそこそこ確保できてるんで、まあ、そこそこやれます。はい。というわけで早速ね、アリアスエクソシスタのパワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。このゴーストバスターズデッキ使うのちょっとあまりにも久しぶりすぎて、プレイング相当お粗末な気がするんですけど、ちょっとそれだけ大変ご了承いただければなというふうに思っております。これ高校のハンドとしてはかなり強くないか。これ何アリアル、何アリアルだとこれアリアル入ってるラビレス珍しいね。めちゃくちゃ重いんだよ。ウララも重いし、エフェクトベーラー無限コイル全部重いから、ソロモンスターなんかみんな入れてないと言われてるんだけど、いやまあさすがに無限コイルかな。どうせ出てきたね、アリアンナに打つんだからアリアーヌに打っても構わんないけど、どっちがアリアンナでどっちがアリアーヌか分かんないけど、こっちがアリアーヌか、名前似ててちょっと分かんないけど、アリアーヌどうせ出てくるんだから、出てきたやつに打つんだから、ここで打っても同じだっていう話あるね。さあアリアーヌの効果が無効になりまして、私もちなみにラビルスデッキみたいな動きしますんで、よろしくお願いします。なるほどリーチセット、メインフェーズ終了前、メインフェーズにしか打てないんで、アリアスの効果どうしましょうか。アリアスの効果発動、このカードを手札からぶん投げることによって自分の手札からトラップカードをセットし、そのトラップカードはそのターン打てるようになるぜ。いけトラップトリックセット。そして、チェーンがなければトラップトリックの効果を発動。これはですね、ちょっと相手の、まあセットカード、まあ、分かんないですけど、まあ、ウェルカム系であればウララがめっちゃ効くので、まあ、バディスをちょっと一旦セットさせてもらいまして、まあ、バディスセットの機能めっちゃ強いんだよね。これ先行初手バディスセットからさ、エクソシスター2体特殊ができればさ、相手のその墓地触る動きに合わせたりとかしてね、まあ、エンドフェーズ OK で、バディスは出てきたモンスターがエンドフェーズ死んじゃうんで、はい、五輪中しちゃうんで、ちょっと自分のターンに打つしかない。ウララだけやめてください、本当に。マジで、ウララだけやめてください。ウララだけ、本当にやめてください。エクソシスター、バディス、発動！イエス！ゴーストバスターズ！何？このチェーンは。あー、それはウララ打たざるを得ない。いや、そのセットカードなんだろう。いや、それは打たざるを得ない。まあ、アリアスも出せるんだけど、ちょっと残念ながら、どっちかしかチェーンできないんで、まあ、ウララをチェーンするせざるを得ない。いやこれなんだろうな、これウェルカムなんじゃないかな。いやウェルカムに打ちたい人生ではありました、正直。はい、ウェルカムにウララを打って無に着させる人生ではあったんですけど、ちょロールバックが墓地に落ちてるとかいう地獄みたいなことも起きてまして、ちょっとほんまにね、それだけが本当にやばいですね。さあどうしてるんでしょうか、お相手し打ってくるか。とりあえず僕はイレーヌ&ソフィアでワンドローのムーブかましたいんだけど、なんかある。いきなりバディス打てるの普通に強いよね、これ。とりあえずソフィアでワンドローだけさせてもろて、ソフィアでワンドローさせてもろて、じゃあなんかあんだよな、何それ、ちょなんだよそれさあパークス強最強かよ、パークスとかいう最強かも。一旦エクシーズしましょう。チェーンでね除外できるようにミカエリスから出すのが
まあ、基本的には一番いいんですけど、残念ながらトランザクションロールバックが落ちてました。あんま関係ないんで、あでも除外で一応できるのか。ちょロルバーマジきめえな普通に、カスピテルの効果を発動してモンスター持ってきたいんですけど、なんかありますかの動きをしていく。あやっぱそうだよね、はい、ごめんなさい言ってませんでしたけど、今まで俺は無限コーラと思ってましたよ、まあ、ウェルカムだったんだから打ってんじゃねえかなと思ったんでね、正直無限ホヨなんじゃないかな読みを、当てていくか、まあ、結局でもさロールバックでもう一発無限ホヨ打たれるのまあまあきめえな、まあ、とりあえず、マルファちゃん持ってきまして、で、まあ、マルファちゃんの効果発動しましてもう一発打ちて、打ち込んでいきましょう。あでもこれロールバックさ、これ対象のトラップカード、あの無限ホヨとかなんだけど、ミカエレスとかで向こうっていうか除外したらなんかいけんじゃね、なんかそんな気がしてきた。あれさ墓地から移動したら多分コピーできないよね。とりあえず一回ちょっとエクソシスターミカエルスパイセン出して、でパイセンの効果発動します。パイセンの効果魔法トラップサーチです。リタニアサーチしたいんですけど何かあります？リタニアサーチしたいんですけど何かありますか？はい、でこれこうします。あてかこれステラ出しとけばよかったな俺な。あ何もないんだ、なるほど、まあ、リタニア持ってきまして、リタニア持ってきまして、まあこれ一旦普通にこうして、で打たざるを得ないよねこれ多分。ロールバックって言ったらこれ打たざるを得ないから、そうするとロールバックの方が無限法よって言って俺のあれ通るわ。なんかマニピカちゃん、はい、どうしますか？打ちます？打った方がいいんじゃないですか？打った方がいいんじゃないですか？はいステラ出しといたらよかったな多分。あーまあ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 悪くないハンドではある、悪くないハンディングではある。エクソシスターゴーストバスターズパークスを発動、 G かな、うららかな、わかんないんだよねこのチェーンだと。ちょっととりあえずうららはだったら打ってください、一旦打ってください。あー打ってくんねえか。まあマルファー持ってきて、ちなみにマルファーの出てくる効果も普通にうらら打てるんで、まあうらら打たれるパターン結構あるんですけど、まあ通常紹介してもねマルファは非常に優秀という話あるんですけども、なんかねマルファ熱気だけね、なんかね相手のか自分のカードが墓地から離れた場合だから、なんかすごい緩いんだよね G だったね。なんかねすごい緩いのこいつだけ条件が。他のやつってさ相手のカードが相手のその効果で相手が自分のカードが墓地から離れた場合とかいう条件なんだけど、なんかねカード離れるだけでいいんだよね。自分でなんか墓穴とか打ってもいいし、マルファだけめっちゃ証券激いるという話ありますね。ちょっと1枚ドローします。かぶってるんで、これかぶってるからいらないんで、これあーなにこれもうもうなんじゃそれっていう話あるな、なんじゃそれっていう話ある。まあでも一応バディスリタニアの動きはまあできるんで、まあ一応1枚ドローにしちゃうまあ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 みたいなとこあるな。さすがにミカエルスだけ行くか。ミカエルスだけはちょっと行かないと、トラップトリックでなんか誰ばかりマセットとかしたいんで、まあ、ちょっと2枚ドローさせてはしまいますが、一応ミカエリスちゃんの効果を発動しまして、リタニアを持ってこさせてください。はい、ありがとうございます。よし、ここで一応バディスリタニアができるんで、まあ、相手のターンにミカエリス着地とかができますね。はい、まあ、エンドフェーズですね。でこれ絶対サーチしてからセットしようかなかったんですよ。バレますねこれ、リタニアがどっかゴミプレイングしたわ。セットカードがどこか教えるようなね、なんか鬼ゴミプレイングをしたんで、ちょっと皆さんは気をつけてください。え、翡翠溶乱、何翡翠デッキ、珍しいね翡翠デッキ。俺多分ランクまで当たんのマジで漏らずに3回目くらいなんじゃないか今までマスターデュエルやってきて3回目ぐらいだと思う、多分。なかなか珍しいですよ。はい。さあ、翡翠溶乱の効果で、なんでもこれ、ちなみにターン1ないんでね、これ無限にサーチできるんですけども、いや、エジルランはやばいわ、普通に。シンクロ召喚されると、エジルギミルっていうガチでやばいモンスター出てきて、何にも除外できないから、エジルランだ、エジルランでエジルギミルか、エジルギミルだけは出させてはいけない。さあ、とりあえず翡翠のエジル、あいつ対象に取っちゃうとなんかやばいこと起きるから、対象体制、あるみたいなもんだから、実質なんか墓地かテクだから水属性で出てくるっていう効果あるんだよね。ほんで攻撃対象になっても同じような効果あるんだけど、
まあ、一言で言うとうざいっていう。やってたー、エジルラーメン来た、エジルラーメン来た、やエジルラーメンの子がマジやばい。アビスシャーク、はい、バディス一応使いまして、でリタニアで除外するしかないですね。エクソシスターバディスの効果、うららやめてください。よし、オッケー。バディスがね、うららめちゃくちゃ踏むんだよね。それだけね、問題という話あるんだけど、だからこれでとりあえず、エリスステラ出してきて、でエジルラーメンの、特殊召喚でトークンが出る。でこれチューナー除外しといたら多分大丈夫だと思うんだよね。エクソシスターリタニアの効果を発動。リタニアで続いてエジルラーメンさんをゲームから除外しまして、フィールド上のモンスターでエクシズ召喚をその後できる。これでもう一発、ミカエリスネキを出して、ミカエリスネキを出して、うおミカエリスネキ爆弾、強いぞ。ちなみにミカエリスネキはエクシズ召喚したターンであれば、相手のカードを何でもフィールドか墓地か除外できるぜ。イニオクライドル回収か、除外か墓地から翡翠回収はまあいいや。イニオンクレイドルがあるとなんか追加効果が結構付与できるっていうデッキなんですよね、翡翠って。なんかあのコスモクロアっていうモンスターがいて、なんか効果発動封じてきたり、あと翡翠侵食っていうガチやばいあのカードを発動されたりとか。あ、出てきた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 、エースモンスターだこれ。これちゃんと翡翠じゃんこのデッキ、マジか。イニオンクレイドルがあると、これどっちだっけ、召喚ターンでしか特殊がされたターンにしか、ああミカエリスは打てんのね、オッケー。ミカエリスは打てる、ミカエリス打ってんならまあいいや。でアビスシャーク、いやアビスシャークダリーナ、アビスシャークダリーナ、バカダリーナ。アビスシャーク、これはエクシード召喚される可能性がありますので、ちょっとこれ出てきた後に考えます。はい、ね、クリスタルシャークはいいです。この後ちなみに効果使っちゃうとエクシーズモンスターしか出せないよみたいな効果あるんですけど、アビスクリスタルの最強ムーブがぶち込まれていく。これミカエリスネキのちょっと効果発動するしかねえな。ミカエリスネキによってちょっとイニオンクレイドル、さすがにか。割とねイニオンクレイドルとかいうカードはなんか発動されててなんかいろいろ付与効果あってなんかクソうざいんで、あれ除外しまして、で出てきました。でトラップトリック発動します。で、デッキから最強トラップカードをゲームから除外して、で最強トラップカードセット、よくらえおりゃよっしゃよし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 、誰もカルマ法決まった、よっしゃ誰もカルマ法決まった、神誰もカルマ法決まっていく。さあカルマが決まっていく、錆びついた車輪が悲鳴を上げていく。ドロー、錆びついた車輪悲鳴を上げ、あれこれカルマだっけ。最近バンプオブチキン全然聞いてないと分かんねえな、これがカルマっていくのだっけ、ちょっと分かんねえ。あれとりあえずちょっと、ミカエリスネキの効果一回発動して、サーチだけ入れます。ですね、まあもう一発リタニアかなんかでいいんじゃないですかね。はい、マルファネキもエリスいなくて出せれの草でデッキの中のエリス切れしたわ。マルファってなんかそのバディがいるんですけど、エリスっていうね、海猿と一緒、バディがね、なんかデッキ内に眠ってたら出せんでね。とりあえずマニフィカだけ出して、マニフィカネキだけ出します。マニフィカネキで何除外するかだよな、ね、あれってさ守備3000があったよな、確かコスモクロアとかいうガチヤバモンスター、コスモクロアとかいうガチヤバモンスターちょっと除外するしかないんじゃないの。さあゴーストバスターズの効果によって相手の守備表示モンスターを吹き飛ばしていく、これだな、 OK で出しまして、戦闘フェイズ、こいつは守備がゴミだから出す、殺せて、でこいつも守備がゴミなんで殺せて、で、この女まあまあ守備高いけど殺せて、でこの人2回殴れるんでもう1回殴ります。 OKOKOK よし、全面勝利きた。で、メイントゥー、よしいいぞカオスマックス、お前もビーム入ってんな、カオスマックスいいぞ。マニフィカネキの効果発動しないから一応何でも出せるのか。いやまあでも相手のターンにさ多分リタニアでエクシーズしたこと強いから無限効用かなんか除外しといて、まあ、セットして、でリタニアセットでいいんじゃない。
それでなんとかなるっしょ多分。で、相手が、まあ、出てきたモンスターはマニフィカと、まあ、マニフィカから出てくる、ミカエデスで除外できるのルシー、リタニアで出てきたミカエデスでも除外できるね。ああさあエジルラーメンが無限に出てくるぞ。エジルラーメン出てきすぎなんだよなマジで。本当になんか塩ラーメン細塩ラあっさり塩ラーメン細麺みたいな顔しやがってよマジで。こっちはまあドドンコツ極太麺だぞお前なめんなよドドンコツ極太麺だなめんなよマジで。チューナー紹介しまーす。エジルキムの時マジで出させないようにしないといけないんで本当にやばいんで。エジルキムとかいうモンスター。ちなみにこれあのミカエデスちゃん墓地行ってるんでこれ墓穴まんまやばいですね。でエジルラーメンをゲームか紹介。さあどうする、さあどうする。まあ、召喚権使わず展開できるのが一応ねあのキスイのいいところなんですけどね。クリスタルシャーク、クリシャはいいよ別に。墓地からなんか打点下げて出てくるんですよね。ああまあそれはいいよ。ああそれ墓地から出てくるだけか。墓地から出てくるだけはいい。あこれエクソシスターマルファちゃんの効果発動できるじゃん神。おいおいおい墓地から蘇生したなお前今おさわれしましたね。おさわれ禁止と言ったでしょあなた墓地はおさわれ禁止と言ったでしょあなた。今さ私に触ったわね。エクソシスターミカエリスエクシエンス召喚からの、あそうかエクソシスターマルファは退治したわ。まあでもミカエリスが出てきました神です。これはこれだってこれ2枚以上はできるわこれ。今リタニアで、あ違う3枚以上か。リタニアミカエリスで今合計フィールド墓地のカード3枚以上はできます。はい、これさすがに神です。神とさせていただきます。え誰マジで誰。リバイスドラゴン誰お前誰やねん。マジしに来たんや。一旦一度打点が500アップする知るか。どうぞ。誰やお前。なるほどな、打点がアップするのはいいわ。さあ2500打点になっていく。謎2500打点。ああそういうことか。エクシーズアーマーフォートレスはちょっとねほっとくとやばいかもしれないですね。これサーチ入るんで、なんでこれこうですね。さあフルアーマード、じゃアーマーのエクシーズカードを2枚サーチさせる効果を無効にしていく。サートフィールドは1枚。やばい、またなんか変身してほしい。何これ誰。フルアーマードクリスタルゼロランサー、やばい。アーマードからのアーマード来た。これは除外した方が良さそうだな。エクソシスターミカエリスの効果はそうするで、フルアーマーのクリスタルゼロランサーの効果を、あやっぱそうだよね、なんかねそんな気がしたわ。大丈夫任せろ任せろ。ガエーエクソシスターリタニアの効果。エクソシスターモンスターのみの場合、相手のフィールドのカードをゲームから除外し、このターンにエクシー召喚しているため、さらに相手のカードをゲームから除外することができるぜ。すべてを無に帰したぜ神なんかめっちゃ強ない。なんかありえん強かったんだけど今回。よっしゃー、きたきた。アイラブウララっていう名前にして、もうウララは全くなかったけど、対戦ありがとうございました。イエスゴーストバスターズ。エクソシスター環境的にはこれ今どうなんだろうな。なんか、まあ、そこそこ勝てますね今。まあ、今ランクマで言うと勝率7割くらい、まあ、6、7割くらい。ちょ俺のプレイングが下手くそっていうのがめっちゃあるんで、もうちょい勝てんじゃねえかな上手い人が使ったら。なんか結構強いけどね、やってる感じは、うん、割と除外が結構、強いですね、はい、割とですけど、はい。まあ、アリアス引けないとね、なんか後手正直、まあ、あんま強くないみたいな話あるんですけど、これどうすっかなこれな。これバディスリタニア構えてエンドしかねえか。ミカエリスちゃん出していく。でミカエリスちゃんの効果起動、ミカエリスちゃんの効果を起動して、マジックトラップカード持ってきます。リタニア、まあ一応ウララが無効にできそうなんで、まあ、バディスは通りそうですけどね。まあウララあったらでもなんか打ってそうな気がするけど、はい。でこうしてまあこれエンド、はい、ご伏せキモまあまあごキモいな。ご伏せラビリンスですかこれ、このデッキ。ああ、あかん
ちょっと待って待ってリターニア先か、リターニア先打ちバディスか、リターニア先打ちバディス、やばい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 、ちょっと待って、リターニア先打ち、対象ライトニングストームで、これエクシズ召喚できないとやばいから、こうしてで、バーディスで出てきたモンスターをしょって、もうちょっとダルマカルマとかしょうがないよ、ダルマカルマとかもしょうがない。ちょっと待って、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 まさかいきなりライトニングストームこの環境で飛んでくると思うんや、やめてくれよ。エクソシスター、エクシーズモンスターを爆誕させましょう。ミカエリスを爆誕させるしかねえ。いけエクソシスターミカエリス、一応一除外は飛ばせます。はい、ただ全ての、セットカードが破壊されました。やばいです。あー、嘘だー、嘘だ、ミカエリス逃げろー。何このデッキ、なんだよそれ、なんだそのデッキ、許さんぞ。ジゴレ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 、ガチでガチで、ちょマジ何これ、ちょマジ何起きてる、これ何起き、バトル、えは、あっ、はあ、きっしょきっしょこのデッキ。カイマさん、カイマさん殺意高すぎません？普通にこのデッキ強すぎなんだが。